阪神電鉄の車掌がその上につけられているこちらがヨッテクイセなんですが、そのヨッテクイセのお隣にあたる宮前公園であります。駅前にですね、このような公園があるのもですね、非常に珍しいんですが、その公園なんとですね、このような広さなんですよね。広大な広さを持っているんですね。奥の方に行くと遊具類が揃っている広場に差し掛かってきて、そしてこのようにですね、フェンスがつけられている、広場があるんですけれども、球技には向いていないんですけれどもね、このようなですね、大きな広場があって、そしてこのように散歩道が広がっているということなんですね。入ってくるとすぐ左手の方にはこのようにベンチの方が多数置かれていて、そしてこのようにですね、冬木立ちした木をバックにですね、休めるような環境になっているわけなんですね。宮前公園の南西口から出てきたんですけれども、そのお隣西側の方にはパチンコスロット店があって、その先を進んでくると熊野神社があります。クイセ熊野神社の青いのぼりが目に映っているんですが、実は境内の中には認定こども園クイセ幼稚園があります。そして大きな木が目に映ってきて、そのクイセ幼稚園の正面から出たところにこのようなですね、鳥居と小さな神殿があります。もう一度宮前公園の中へと戻ってきて、北西側から入っているんですけれども、このようにですね、橋のような遊具があって、そしてコンビ遊具と多くの遊具がですね、揃っているというところなんですね。右の方へ曲がってくるとクイセの交差点があって、そこから園田バス線という形になり、クイセ団地の方へということになるんですが、そしてそこからさらに左右へ曲がると国道2号線ということになります。そのクイセ交差点の付近には尼崎信用金庫があります。で、今回は国道2号沿いの方は行かず、阪神クイセ駅へ一応戻る形で進む形になります。その阪神本線の高架下にある阪神クイセのバス停、いわゆる12号主幹系統の起点であり、そして51号系統の途中の停留所であるんですね。その阪神本線の高架下を抜けたところになります。そこから工場が建っているところへと進んでいくんですが、その先にクレーン車があって、この先ですね、ちょっと通りにくいかもしれないんですけれども、誘導員の方もいらっしゃいますので、こちらが連合の尼崎工場なんですけれども、その手前で右に曲がることにします。最初はクイセ南新町を歩いてくるということですね。一戸建てが多く立ち並ぶ一角ではあるんですけれども、このように直進に進んでくると道幅が狭くなったりしていて、そしてこのようにですね、曲がり角が多いところになっているんですね。そこから急な左カーブがあるところを曲がってくる形になります。少し直進ではあるんですけれども、そこからまた工場が広がる道路へ戻ることになります。出てくると一気に大きな道路沿いの方へ出てくるんですが、クイセ南新町2丁目のバス停周辺に差し掛かってきました。その先、実は左へと曲がってくる道がなく、阪神本線の高架が見えているんですが、いわゆるそこへ戻る形になっていくんですね。そして、すなわち小田南公園方面へ向かわざるを得ないということにもなってきます。阪神本線の高架下に差し掛かるところ、後野公園になります。
ちょうど今五線系山陽のですね直通特急がですね通過してきたところで、この後の公園コンビ遊具が真ん中にあって、そして椅子のついた休憩場所と手洗い水道、そしてこちらの方にも、まあ、防災シェルターになる町づくりのベンチがあるんですが、そして砂場とこのようにラッコとパンダの遊具があります。後の公園を後にして阪神本線の高架沿いを右に見ながら進んできます。そして高架下、いわゆる右手の方には南久伊勢福祉会館があります。そしてその先を進んでくると左手に小田南公園が見えてきます。小田南公園の北東側には久伊勢南新町4丁目のバス停があります。51号系統しか止まらないバス停というところなんですが、今回は北東口から入ってきます。北東口の入って左側には大日本宝石山崎工場跡の紹介の碑があって、もともと小田南公園はその工場の跡ということだったんですね。そして入ってきて右手の方には防災行政無線がつけられていて、そしてこのような感じでですね庭のような雰囲気になっていくわけなんですね。まあ、残念ながら冬になってしまって、もうイチョウはですね全部もう冬越ししてしまったんですけれども、まあ年中ですねこの小田南公園はまあ、市民の憩いの場というところで、まあ、南部地区のですね憩いの場というところで多くの方が利用されているというところなんですね。野球場方向へと向かって歩いていくと、ここはですね少しな上りになっていくわけなんですね。そして右手にはこのような池が広がっていて、その奥を阪神本線が通っているということですね。そうするとこのような小さな橋がかかっているんですが、このようにですね池が流れている風景が見られます。そこから小田南公園の散歩道に行きたいところなんですが、今回はここで左に曲がります。そうすると右手に小田南公園の野球場が広がってくることになります。そしてその野球場周辺もこのような散歩道がですねできていてですね、このように緑の木々に囲まれた中をですね歩きながら、そしてこの小田南公園の野球場を見ながら歩けるということなんですね。周りにはもう葉がですね落ちて地面について絨毯状態になっている周辺もあるんですが、そうすると左手に阪神難波線の高架が見えてきました。ここまで野球場周辺を歩いてきたんですが、そこから西へと向かっていくと大きな芝生広場が目に映ってきます。阪神本線の高架を下を抜けていって小田南公園を後にしました。そして今度は右手に大物川緑地を見ながら、奥の方には尼崎大物病院があるんですが、緩やかな右カーブを描きながら進んできます。すなわち阪神大物駅方面へ向かうということですね。一方で阪神本線を越えた左手の方には阪神ダイビングスクールがあります。そこから左へと曲がって阪神大物駅前にあたる東大物町1丁目のバス停へ、そしてこちらが阪神ダイビングスクールの正面なんですが、その先に遊具類が揃っている大物川緑地が見えます。そして阪神難波線の高架を抜けて大物町の方へと入ってきます。そこから曲がりながら進んでくるとこちらが大物線になるんですが、1階にマックスバリューが入っている阪神大物駅前を過ぎていくことになります。そこから阪神尼崎駅へと向かいます。
そこからまた阪神本線の高架下を抜けていくと大没川緑地を通って阪神尼崎駅の西口北側へ行くことになるんですが、今回はこの道から進んできます。そして左手には創価学会尼崎平和会館、3階建ての建物が見えてきて、そこを直進していくと青道車がですね1台止まっているんですが、阪神電鉄の尼崎車庫に差し掛かることになります。そしてここで左へと曲がります。その先信号を渡ってもう一つ信号があるんですが、南の方に行くと国道43号線、そして上にかかっている阪神高速3号神戸線沿いへと行くことになるんですが、今回はそちらには行かず、この信号を右に曲がります。右に曲がってカーブ状が多いコミュニティ道路の方へと出てきます。左手に一戸建ての住宅地あるいは工場、そして右に阪神電鉄の尼崎工場を見ながら進んできます。それと同時に大門市町から北城内の方へと入ってきていることになります。そうすると右斜め阪神電鉄の尼崎車庫側の方にはこのようなですね電波塔が目に映ってきて、一つの門が見えてくることになります。そしてその先を進んでくると、昔は火力発電所だった倉庫、レンガの倉庫も見えてくることになります。南側に目を向けると奥に尼崎市立琴ノ田高校の体育館が見えてきて、そして左斜めには尼崎城址公園、このような城の形をした幅広いコンビニが目に映ってきました。そして尼崎城裏側側にはなりますが見えてくることになります。尼崎城、そして尼崎城址公園を過ぎてくると上り坂に入って将棋橋、すなわち将棋川へと差し掛かってくるんですが、その左斜めが阪神尼崎駅であります。その阪神尼崎駅の下のアンダー、将棋川東阪神アンダーの地下道を通って将棋川へと向かいます。その将棋川というと、あのゆりかもめですけれどもね、果たして今日は何匹いるかもせっかくなんで見てみたいというふうに思いますね。アンダーを抜けてくると雨ごったが右手に見えてきて、そして将棋川がその左手に見えてくることになります。ちょうどねゆりかもめが飛んでいる風景が見えるんですが、あ、今日も多くが飛んでますね。ゆりかもめちゃん、おー来た。玉江橋へと差し掛かってきて、少しではありましたが国道2号の方を進んできます。このようにですね、今日も多くのゆりかもめが将棋川に来ているんですね。阪神尼崎駅に3番乗り場のホームへと上がってきました。まあ、2番はですね両方向から、まあ、5番乗り場もそうなんですけれども、多くの方がですね、待っていらっしゃるということで、まさに、まあ、年末年始にですね休みを使ってどっか行く方が多いようなんですけれども、今回はですね阪神の久伊勢駅から少し歩いたところにある宮前公園から、まあ、小田南公園を通って阪神尼崎駅の西口中央公園まで来たわけなんですが、時間にして51分20秒、距離にして 3.93 キロ、5249歩の358キロカロリーということで、まあ、今回国道2号沿いの方、まあ、最後の方で少し行っただけでですね、いわゆる南側を中心に、まあ、小田南公園の、まあ、これも南側を通ってですねやってきたわけなんですけれども、その5番乗り場の方には5700系で最新編成となる高速神戸駅普通が止まっているんですけれども、まあ、そこからですね難波方面と向かっていく方が多い印象で、まあ、大阪梅田方面はまあそこそこかなという感じなんですけれどもね。ということで今回の動画こちらまでとなります。ご覧いただきありがとうございました。